はい、大トレの分岐点に来ました。もうね、2時半スタートしてもう3時15分ですね45分、もう取れませんかかったと思います。はい、このままダイトレの、分岐点からすぐなんですけど、よく見たらね、後にね、こんな印の木が2本あるでしょ、ね、この印っていうのね。で、ちょっとこの2本の間のとこを座って入っていくんですけど、はい、よいしょ、はい、このね、この日本のラインのところですよ。座って川に入ります。でね、すぐね、こっち、左行きまーす。うわぁ、茂ってるなぁ。こういうとは全然違う。はい、こっちからの支流もありますよね。こっち行けばね、カヤンボダミの方に、おぉ、行けるか。こっちの道はね、カヤンボ谷の方に向かう道のようです。また今度チャレンジしたいと思います。今日はですね、こっちのね、ここ、冬にね、何度か下ってきたことのある道です。なんていうルートか、ちょっと今は名前言いたくないです。言いたくないです。三大急登っていうところで、三大急登ね、チャレンジしたいと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあ行きましょう。登ります。よいしょ。まあ、マジでね、今日はもうほんまに、いかへんかわかりませんけど。いかへんかもしれませんけど。はい。でもね、サネをね、サネを、道はね、結構わかりやすいんですよね。急登は急登なんですけどね。よいしょ。うわ、なんか地面がふかふかやな。
よいしょ。ほら来た。ほら、はい、キュート。ね。すごいな。すげえ。マジか。息整えたら、えらいことになった。嘘やん。すごいな、みんな。みんなこれ、皆さん、何も思わずこれ登らはるんですよね。すごいね。でもなんか楽しいな。なんやねやろ。よいしょ。上が、上見えへんねんて。すごいな。はい、登っていったら、マップの地図にも載ってないんですけどね、こっち行ったらね、もみじ谷の方に行くんですね。じゃなくて、まあ、くだらないですよ。くだらなくて、普通に左に登っていきましょう。その上で行くんでしたら、左に登ってくださいね。一回降りて、もみじ谷の方から登りたいということであれば、ね、右に窓を下ってください。やっぱりね、そんなに、最初のところはほんまにちょっとしんどかったですけどね、今のところ、ちょっと一段落でずっと登らせてもらっています。綺麗ですね。なんでこんな綺麗やろ。なんで。
はい、やっぱりね、もうね、サネオのゴールって言ってるかな、大トレとの合流地点がすぐそこですわ。ここね、もうね、大トレですわ。ここ。ちょっと階段見えますかね。はい。大トレと合流をします。登り始めが3時15分過ぎ、まあ17分とかだったかな。今、4時10分。1時間弱かかっちゃったけど。まあまあ、でも、登れましたね。三大急登の一つ。なんとか、ゆっくりですけど、行けました。次に、大統領と合流できたんで、あとはちょっと山頂、広場の方へ。向かいたいと思います。来たの？何だったっけな？到着です。はい、ありがとうございました。今日はサネオルートで登ってきました。何とか登れました。機会があればね、またね、キュートの方、チャレンジしてみたいと思います。まあ、家族もね、頑張って、一緒に来てくれてるんでね、まあ、そのおかげもあると思いますけど、元気に登れてよかったです。ありがとうございました。